今日のゲストはニューヨーク在住のホリスティックヘルスコーチ、ビジネスコンサルタント、そして著者の白石さとみさんです。さとみさんは美術大学卒業後、投資コンサルティング会社に勤務されていましたが、激務と偏った食生活で心身のバランスを壊す経験をされました。その後、ニューヨークに渡り、翻訳事務所で勤務されながら、ホリスティックヘルスを学ばれ、ヘルスフードビジネスを立ち上げました。現在は日本企業へのコンサルティングと個人向けの栄養コーチングプログラムを実施されています。さとみさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかすごい経歴ですよね。めちゃくちゃな経歴なんですよ。一貫性がなくて。まあだからそこが、私がこう、何ですかね、ずっと自分探しみたいなのをしてきたのが経歴に表れてると思ってるんですけど、まあそもそもだから美大に行ったのも高校の時に何が好きなのかがわからなくって、まあでもなんか、その雑誌見たりとか、なんかこう綺麗なもの見たりとか、まあするのが好きだったから、まあアートとか好きなのかなと思って入ったんですけど、行ったらやっぱりものすごい絵が上手い子とか、センスがいい子とか、いっぱいいて、で、私もそんな情熱がなかったんですよね。で、なんか違うなってもう入った瞬間から思っちゃって、でもまあ4年間。そうで、その時、私の時って、まあ、ちょうどすごい氷河期だったんですよね、就職氷河期みたいな時で、でも就職はしなきゃいけないし、でもそのなんだろう、広告代理店だったりとか、デザイン事務所とか、なんかそういうの違うなって思って、まあでもインテリアとかが好きだったんで、じゃ就職できるようになんか資格取ろうと思って、で、その時、まあインテリアは好きだけど、なんかデザインとかだと、なんかみんなすごいできるしって思って、で、なんか手に職つけなきゃと思って、その時、そのまあインテリアだったら不動産関係あるし、で、不動産鑑定士っていう資格があったから、まあそれを勉強してみたんですよね。で、そこからその時は2002年とか3年とかかな。まあ、日本でいうリーマンショックの前だったので、すごい外資系の企業とかが日本の不動産を買ってる時で、まあ、なんかそういうのを評価して、いくらで買うとか、まあ、そういうのって結構需要があったんですよね。で、そういうお仕事を始めたんです。アッ始プめユーたのザーみが就たい職。な。そうそうそうです、そうです。で、就職して、で、それがまあ、クライアントさんはほとんどが、外資系の、その投資会社の方で、東京のここに買いたいって言ったら、じゃあ、いくらで買うのがいいですよとか、まあ、そういう感じのお仕事だったんですよ。すごい、なんか美大と真逆のようなそう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 、そ言ってうた。なんですよ。その不動産鑑定士というのは大学を卒業してから取ったんですか？そうそうそうです、そうですね。その時から、いる時から勉強始めて、で、そうですね、取って、で、受かると、そこでなんかいろんな会社が面接っていうか、なんですフェアみたいなのがあって、まあ、そこでいくつか受けて、で、お仕事始めたっていう。それすごい面白いですね。どんなことをするんですか？なんか、こっちのアプレーザーの人って結構床の下とかに潜ったりして見てたりする人いるんですけど。ああ、ですね、ほとんどが投資物件だから収益を見るんですよね。その不動産自体をなんかこう測ってなんとかっていう、まあもちろんその面積とか関係あるんですけど、その特に都内とか、まあもちろん地方のものを買う時もあるんですけど、都内の収益物件とかだとオフィスビルとか大きいマンションとかって結局収益でいくら賃貸収入があって利回りはいくらで、そうするとじゃあいくらで借り入れしてきて、じゃあいくらまで出したらこれぐらいのリターンが来るとか、まあそういう感じの。なるほど。あ、すごいですね。なんか理系的な仕事ですね。そしたら分析する感じですか？そうですね、分析する感じ。うん。面白いですね。なんかすいません。自己紹介を飛ばしちゃったんですけど、自己紹介。言わされながら自己紹介をしてでて。もさっき、ゆうさんがご紹介してくださった通りなので。そうそう。でも私、その時にすごい一つ覚えてるのが、まあ、やっぱり私が一番若かったし、大学卒業してから23とか4とかで、で、やっぱりほら、その外資系に勤めてらっしゃる方、やっぱ男性がほとんどだし、あと皆さんやっぱすごい大学とか出てたり、まあもちろん経済だったり、いろんなことを勉強してきてる方ばっかりなわけじゃないですか。で、私本当行くと本当に女性一人とか二人とかの中で、そういう勉強、なんていう大学でそういうとこ出たわけでもないし、経験もないし、まあとにかくなんか自分の意見がどんなに頑張っても、自分がここでなんかすごく飛躍するっていうイメージが全く持てなかったんですね。で、頑張って勉強したいって言ったけど、なんか違うみたいな。で、私の意見って本当になんか、重要なのかなみたいな。
もうすごい思ってて、で、仕事やっぱりするんだったら自分がなんか発言した時にみんなが聞いてくれて、それがこうなんか左右するような、まあ、そういう仕事をしたいなって思ったのは今でも覚えてるんですよ、その時の感覚として。それすごいわかります。うん。あ、そうなんですね。それ何年ぐらいされてたんですか？それで27までやってたんですけど、そこでまあ、その時当時ずっとうちの夫とお付き合いをしていて、で、夫が転勤決まったんですね。それでニューヨークに来たのは、まあ、きっかけだったんですけど、だからその時はまあ、もうだからもう仕事もかなりバーンアウトしてて、すごい忙しかったし、やっぱり。で、ほんと2日とか家に帰らないで近くのジムでシャワー浴びて、締め切りとかがあると。っていう感じだったんですよ、本当に。だからもう、最後の方は本当にもう、どうやったらこの仕事辞められるんだろうみたいな感じだったから、まあ、転勤になって、もうドラッキーって感じ。もう予約辞められるんだっていう感じで、そうそう、来たのはそれがきっかけだったんですよね。あ、そうなんですね。ニューヨーク来られてから長いですよね。そうです、17年、2006年に行ったんですよね。じゃあもうずっとこのニューヨークにいる感じなんですか？今のところちょっと西の方に引っ越すことも考えたんですけど、なんだかんだ言ってやっぱりニューヨークにいますね。あ、そうなんですね。じうん。ゃあそこで旦那さんの転勤で来られて、で、じゃあその時は働いてなかったってことですか、最初は。来て仕事したから英語全然できなかったんです。翻訳事務所で働いてたって言ってるくせに全然できなくて。で、そのコロンビア大学の ESL でしたっけ、英語勉強できるとこで通い始めて。でも私は話すのが好きなんで、話せないのがものすごいなんかこう、フああ。ラストレーションだったんです。会話ができないっていうのは。で、日本にいた時もジムとかヨガとかやってたんで、朝いつもジムに行ってから仕事行くっていうのが習慣だったんですよ。で、こっちに来ても近くのジムに行き始めたんですけど、まあ、毎日行ってるとやっぱ結構みんな顔見知りっていうか同じメンバーだ。まあ、日本でもそれでいっぱいお友達できたんですけど、こっちでもやっぱみんな朝運動する人多いじゃないですか。で、お友達っていうか、いろいろ話しかけてくれるんですけど、話できないのがものすごい悔しくて。そうそう。それで、むちゃくちゃ英語勉強して、で、1年ぐらい、コロンビア大学の、英語の勉強してたら、このまま英語ばっか勉強してても、なんか頭打ちだなって思って、お仕事したいなと思ったんですよ。で、たまたま求人見てたら翻訳事務所の求人があって、で、受けたら受かっちゃったんですよね、そこで。そう、それで、まあ、1年半ぐらいですかね。で、そこから翻訳の事務所でお仕事をさせていただいた。ああ、そうなんですね。あ、翻訳をしてたんですか？そう、翻訳事務所の、まあ、だから、そこは特許とか、まあ、ビジネス系の契約書とか、まあ、そういうののだったんですけど、まあ、そこでお手伝いさせていただくようになって。面白い そうなんですね。で、そこで働いているときに、ホリスティックヘルスを学ぼうと思ったってことですか？そうなんです。それで、やっぱりジム行って、まあ、友達もそこでできるようになって、そしたらやっぱり、ニューヨークの人と東京の人がすごく違うなと思ったのが、まあ、東京でもやっぱりだから毎日ジム行ってそこで友達できてたから、まあ、みんなこう健康っていうかなんかこう意識が高い人が多いわけですよね。でもその違いとして感じたのがやっぱニューヨークの人って運動して痩せればいいとかじゃなくて食事とかその当時からやっぱ瞑想とかやってる人も多かったし、ヨガもそうだし、痩せてたらいいとかじゃなくて、もっとこうトータルで自分を整えたりとか、まあ、食事とかで健康管理するのも、まあ、プロフェッショナルとしてすごく大事なことだし、あとこう自分の生活のクオリティを上げるためにもっていう感じで、なんかこう目的が違うなって思ったんですよね。で、それ見てたらやっぱ食事ってすごい大事だなって思って、まずそのブログを書き始めたんですよ。そういうニューヨークの人はこういうのを食べてると、こういうことを考えてるとか。書き始めたら結構読んでくださることが増えて、で、もうもっとしっかり勉強したいなと思って、そのニューヨークにベースがある、ヨガ学校のインスティチューションフォーインテグラティブニュートリションっていう学校があるんですけど、そこでその翻訳事務所に行きながら勉強始めたんですね。で、それと同時にまあブログもずっと発信してて、そしたらそこからポツポツなんかいろいろメッセージいただくようになって、今度ニューヨークに行くから案内してほしいとか、こうニューヨークのこういうビジネスを取り入れようと思ってるんですけど、どうしたらいいと思いますかとか、まあ、そういう感じでメッセージをいただくようになって、まあ、それがなんかポツポツ仕事に、まあ、今のビジネスコンサルティングとか、それがきっかけで始まったっていう感じなんですよね。ブログからお仕事になったっていうことなんそう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 です、そうです。ホリスティックヘルスってどんなことを勉強するんですか？
私が行ってた学校はすごく面白くて、まあ、食事ももちろん大事なんですけど、それは2番目に大事なこと、1番目って結局精神性だったりとか、やりがいとか人生の目的とか人間関係とか、それが一番にあって、その次にその健康的な食事が来る。でもどんなに完璧な食事をしても、その自分が孤独だったりとか、ね、なんかこうやりがいが見つけられなかったりとかすると、それはやっぱ健康の状態ではないっていうことで、まあ、それが一番大きいのと、あとはやっぱ食事法に関しても、当時ってやっぱりそのマクロビだったりとかベジタリアンだったりとか、まあ、一つのこれがいいって言ったらみんなこう一つを勉強してずっとやってるっていうスタイルだったんですけど、そこは人は一人一人違うんだから、どれが一つがいい健康法っていうのはなくて、バイコインディビジュアリティっていうんですけど、人は人それぞれ違うから、世界中のあらゆる栄養学を学ん で、その人に合ったものを提案していくっていう考え方で、まあ、これは私すごい好きなんですけど、だからその今も私がやってるパーソナライズのそのコーチングもそこがやっぱりルーツにあって、人はやっぱりそれぞれ違うっていうのは本当そうだと思うし、まあ、今女性だったら私はそのホルモンのサイクルに合わせてっていうのをやってるんですけど、同じ人でも女性の場合はもうホルモンによって4つのサイクル28日であるしっていう、まあ、そこをしっかりこう違うんだからっていうことを理解していくっていうのがすごい大事っていうのはその学校で学んでます。あ、そうなんですね。世界中の栄養学で、やっぱ栄養学でもいろんなことが、なんか言われることが違うっていうことですか？真逆のことを言いますよね、やっぱり。うん。そうそう。だから、そうするとどっちがいいのって振り回されちゃうじゃないですか、みんな。あとトレンドもやっぱり、例えば糖質制限が流行ったら、その後はやっぱり糖質取った方がいいって言ったり、油でもね、この油は取っちゃダメって言われてたの、急に植物性の方がいいって言われてたの、その後急に、あ、やっぱりなんかバターとかの方がいいって言われたり、まあいろんな、それはどういう視点から見るかっていうのももちろんあるんですけど、あと体質もありますし、男性か女性かでも全然違いますし、女性でもその、じゃあまだ生理があるのか、それとも閉経後なのかでも全然違いますし、まあ、だからどれがいいのって言われたら、じゃああなたはどういう体質でどういうゴールですかっていうところなんですね。だからそれでみんながじゃあこれやればいいかっていう、そういうものは一つもないっていうところは、うん、そうなんですね。ありますね。それってなんか自分の遺伝子とかが関係してるんですか？遺伝子もありますね。ありますので、例えばカフェインを代謝できるかどうかっていうのも、もう遺伝子で決まってますし、だからそれはイコールエストロゲンを、まあ、カフェインとエストロゲンって、エストロゲン女性ホルモンなんですけど、代謝できる遺伝子って一緒なんですよ。だから、もともとカフェインが代謝できないっていう方は、エストロゲンもやっぱ代謝しづらいので、その女性系の疾患、子宮系の疾患だったり、胸の方もそうですし、エストロゲンがこう餌になってできるような症状だったりとか、あとその、まあ、生理前のこう PMS って言われる症状とかも、やっぱりエストロゲンがしっかり代謝できてないと、そういう症状ってなりやすいんですね。で、そういう方っていうのはやっぱり遺伝子でカフェインとかエストロゲンを代謝できないとかっていうこともありますし、あともともとその脂質の代謝が苦手な方っていうのも結構いらっしゃって、そういう方っていうのはやっぱりどうしてもコレステロール値が高くなったりとか、その脂肪を燃やしてエネルギーにしづらいから、まあ、そのダイエットしようと思ってもいくら糖質を減らしても、その脂質がエネルギーになっていかないからなかなか燃えないとか、まあ、そういうのってやっぱりその方の体質によって全然違ったりとかはあります。それ普通知らないですよね、みんな自分がどんな。そうだからみんなやっぱ振り回されちゃって、あの人がいいって言ってたからやったけど全然、で本当生理止まっちゃう方とかも多いですしね、うん、それでも悪くて、そうホルモンバランス崩して止まっちゃうっていう方は本当に多いです。まだ40代とかでも、で一回食事を戻すとまた再開しましたっていう方も結構いらっしゃいますし、そう、これは本当に自分の体質と、あと自分がどういうゴールを求めているのかによってやっぱりしっかり判断していかないと、まあ、振り回されて逆に不調の原因だったりとかは多いなと思います。なんか子供、私子供さんにいるんですけど、なんかこれ食べたくないとか言われる時とか、まあ、好き嫌いなのか、うん、本当に体質に合ってないのかよく分かんないんですけど、その時はこうもう昭和の考え方で、いや、はい、出されたものは食べねばならぬみたいな感じで、それもじゃあ子供によって違うかもしれないってことですか？うん、例えばどういうものですか、お子さんが食べない。例えば昨日は、じゃがいもと豆が入ってるシチューが嫌だみたいな。で、ああ。チューズの入ったトルティアがいいとか言われたんですけど。そうですね。野菜はね、まあ、ただお子さんの場合ですけど、まあ、
女性だと特にやっぱり自己免疫とかの疾患って女性多いんですよ、すごく。あとはその甲状腺だったりとか、例えば自己免疫疾患があるとやっぱりそのジャガイモだったりとか、あの野菜って結構やっぱ毒素を持ってるので、そういう場合は例えば甲状腺だったら油の中の野菜はなるべく食べない、それは甲状腺の動きをやっぱり鈍めてしまうからだったりとか、その自己免疫だったらナス科の食べ物、例えばジャガイモとかもそうですしはあるんですけど、まあ子供もそうですね、まあ子供になんか無理やりだから牛乳飲みたくないって言ってるのを飲ませるとかはしない方がいいですし、まあそれは牛乳はやっぱりアレルギーある子も結構多いし、あとまあ大豆製品とかも豆腐とか食べたがらないんだったら無理に食べさせなくてもいいかなと、まあお味噌とか発酵してるものはいいと思うんですけど、まあでもアメリカの子って結構これ食べたくないって言ったらまた別のものすぐ出してくるじゃないですか、親が。そうだからそれはちょっとそこもなんか見極めありますよね、うん、すごい偏食の子はやっぱアメリカ人は多いですね。私の子供の友達もベジタリアンなんですけども、ベジタリアンって言ってほとんどもうあの糖質しか取ってない、本当にあのクラッカーとクロワッサンとチーズとか卵も食べないし、でも親はなんかもう子供なんだか欲しがってるもん食べてれば勝手に栄養取れるんだみたいな、それもどうなのか、うん、そうなんですよね。いやちょっとそれはまた別の意味でなんかアメリカの食べ物って結構いろいろ入ってるじゃないですか、はい、それも結構心配っていう、うん、やっぱ気をつけないと、アメリカの食事学校で出されるようなものをずっと食べてるとやっぱ偏りますよね。あすごいすごいの出てきますよね、スクールランチで、スクールランチなのに、ね、朝からこんなに、朝からシリアルとかマフィンとかね、そうなんですよね、うん、じゃあ今のビジネスコンサルのお仕事っていうのもヘルス関係が多いんですか？うんうん、そうですね、あとはやっぱりトレンドとかも発信してたんで、トレンド系も多いです。だからその例えばなんか日本ってやっぱりアメリカとかヨーロッパで流行ってるものって好きじゃないですか、だから次どういうコンテンツを持ってったらいいかとか、食事もそのヘルス関係も多いんですけど、それ以外にも例えばリテール系で何が今こっちで流行ってて次はだから日本初進出みたいなので、だどういうの持っていったらいいかとか、まあ、そういうのもやらせていただきました。あ、じゃあそれは日頃からなんかアンテナ張ってたりとかをするんですか？まあそうですね、それはやっぱりあります、ね、うん、じゃあニューヨークだったらなんかいろんなトレンドがそこから生まれてる感じがしますよね。そうですね、やっぱりなんか肌で感じてたりとか友達が話してたりとか、まあ、そういうのとかは、まあ、もちろんニューヨークタイムズで取り上げられたとかもあるんですけど、うん、なんかやっぱり肌で感じる、ね、ゆりさんもお住まいだから分かると思うんですけど、あるじゃないですか、うん、やっぱりみんなこっちの方にシフトしてるなとか、なんかこういう買い物の仕方こういう風に変わってるなとか、特にうちブルックリンのウィリアムズバーグなんですけど、すごいお店多いとこなんですね。でやっぱ何がこの通りに次何が入ってくるのかなとか、ああいうのもやっぱりものすごい、だから最近だったらその今まで D2C だけでやってたようないろんなところがウィリアムズバーグに出てたりとか、やっぱそういうのって今までリテールでも買えなかったものが買えるようになるのってやっぱりすごい人を注目浴びるじゃないですか、うん、だからまあそういう感じで、まあアメリカだったらじゃあ今までオンラインでしか買えなかったものがリテールに入ってくるとか、うんうん、じゃあ日本でも、まあ、そういうのがやっぱりいいのかなとか、まあね、逆にオンラインだとどこでも買えちゃう分、じゃあリテールではどういう新しいエクスペリエンスを提供していったらいいのかとか、うん、そういうのもあるかなと思います。それをまあ日本に持っていってビジネスにできるかっていうのの調査をするみたいな感じなんですか？そうですね、なるほど、はい、面白いですね、うん、そうだからその不動産やってて全然関係なかったなと、ね、一時思ったんですけど、今その不動産会社の方ともお仕事させていただいてて、その新しいプロジェクト立ち上げるときとか、だからまあ無駄ではなかったかなっていうふうに思ってます。そうなんですね、面白い、うん、まあ、なんか点がつながってるって感じですよね。じゃあその個人向けのビジネスの方はパーソナライズのコーチングをされてると、はい、そうです、イートビューティフルっていうんですけど、まあ本当に実際受講生の変化を見てきても、これは本当にホルモンがめちゃくちゃ関係してるなっていうのは肌で感じたんですよ。でそもそもアメリカでも最近やっぱり
今まで流行ってきた食事法とかって、例えば糖質制限とかケトとか16時間ファスティングとかって、やっぱり男性の体をメインに考えられてるんですよね。その例えば16時間ファスティングとかも、それこ そ, そのシリコンバレーで、じゃあどうやってもっと生産性上げていくかっていう、バイオハッキングから生まれてるじゃないですか。でももうシリコンバレーって本当ご存知の通り男性社会だから、うん、もうそもそもそれ発案した方も男性だし、じゃあその朝食べないでコーヒー取ってもっとアドレナリン出す男性って、やっぱそのホルモンのサイクルも毎朝テストステロンが一番増えて、夕方になると減っていくって、まあ365日毎日このサイクルなんですよ。毎朝テストステロン作ってるんですね。まあだからパートナーとかねいる方は分かると思う、男性は朝一番元気なはずなんですよ。で夜はまあちょっとこうウィンダウンしていくみたいな、まあだから朝その状態の時に食べないでコーヒー飲んで、さらにアドレナリン出してあげると、まあそのホルモンの状態もイケイケでいけるんですよね。で女性がそれやっちゃうと、特に生理も、女性はまあだから今大事って言われて外出リズムって24時間のリズムなんですけど、これは男性は本当にその通りなんですね。朝毎日同じリズムでいけるから、朝のじゃあここでコルチゾール出して、夕方からこう落としてってメラトニン出して、でこれを最適化しましょうっていうバイオハッキングでいいんですけど、女性はそれに加えて28日のホルモンの周期があるから、この24時間だけ考え男性と同じようにやってると、それこそ生理が止まっちゃうとか、ホルモンバランス崩して頑張ってるんだけどどんどん太っていっちゃうとか、でその流行りだして 2,3 年やっていくと、やっぱみんなそういう体感体が変わっていくから、なんかずっとやってたら生理止まっちゃうとか、やればやるほど死亡率が増えるとかってなってきて、で最近そうで、やっぱり女性は女性のホルモンのバランスを見て男性とは違う食事をしなきゃいけないっていうのを、結構ドクターとか、私の学校卒業しててプラスジョン・ホップキンス大学で勉強してたアリスタ・ベティっていう方がいるんです。彼女が結構その女性のホルモンのバイオハックっていうのを教えてて、うん、でそれですごい私自身もそれ試してきて、なんかこう睡眠に影響してきたりとか、夜眠れなくなっちゃったりするんですよ、うん、で朝起きてもこうエネルギーがなくて起き上がれないとか、それホルモンのこと考えたらものすごいその通りだなって思って、でそのホルモンサイクルに合わせたら、じゃあどういうふうに食べていったらいいんだろう、運動していったらいいんだろうっていうのをどんどん研究していって、それを受講生の方ってやってみたら、本当にこれまで毎日ものすごい運動してた子がいて、やめてもらったんですよ生理前特に。で減らして食べる量も生理前増やして、で落とせる時にだけこう集中してちょっとこう落としやすい食事にするってやったら、今まで何やってもやってなかったので3ヶ月でウエストも10センチ落ちて、で体重も減ってものすごい体変わったんですよ。私それがそういう方が本当に続出して、これはもう本当にホルモンなんだなっていうことで、それがちょうどコロナの時に始めたんですよね。うん、そうプログラムっていうのが、やっぱりそのコロナで企業の仕事は結構止まって、今までいろんなプロジェクトやってたのが、まあ、一時ストップしますみたいなのが続いて、であとほら子供もね、ゆりさんもそうだったと思うんですけど、子供家で勉強してたし、そうですね、で時間ないし、こんなに時間なくて、なんか限られた時間の中でしかできなかったら、本当に何したいんだろうと思ったんですよね。そしたらやっぱり人のお手伝いよりは、なんかこう直接やっぱりこう女性の体変えるとかやり取りするとか、なんかそういう方に時間を費やしていきたいなって思って、まあ、それでそっちのイートビューティフルを作って直接その指導するようになったんです。それがやっぱりすごい、みんながどん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 変わっていくのがすごく嬉しくて、だから体が変わるとやっぱそれだけじゃなくて、すごくこうなんだろう、出会う人が変わりましたとか、やっぱ自分に自信持てるようになったから、うん、出会っていく人も変わっていって、それでこういろんな人生の展開も変わっていってとか、あとやっぱり今までずっと人と比べてばっかりだったけど、自分自信持てるようになって、自分が本当にやりたいことが変わったとか、うん、パートナーシップも良くなったとか、まあやっぱいろいろ変わっていくんですよ。おしゃれが楽しくなったもそうですし、だからそのやっぱり健康な心とかだって、それがゴールじゃなくて、それこそその私が学校で学んだみたいに、こう自分らしい人生を生きる、まあ、土台だから、まあ、そういう土台を作って、かつこう自分らしい人生ってどういうのなのかなっていうところで見ると、私はなんかこう、まあ、自分が散々やってきたのもあるんですけど、結局本来の自分を受け入れるっていうことだと思うんですよね。だからこう自分以外の誰かになるために頑張るとかじゃなくて、本当の自分でもういいんだっていうことを受け入れて、うん、まあ、それで自分らしく生きていくっていうのが大事だと思うんですよ。それってやっぱり不調があったりとか、自分の体に自信がなかったり、肌が荒れてて人に会うのが嫌だったりって、そういうことがあると、やっぱりそれがすごくこう邪魔になってしまうから、まずそれを
整えてあげて、そしたらあとはもう自分、本当の自分っていうのを自分で見つめ合って、で、どんどんやっぱりこう好きなことしていくとか、自分らしく生きていくっていうのが、やっぱ私はすごくサポートしてるのが、そうやりがいがあるかな。まあ、今後もそれをずっとやっていきたいなと思ってるんですよね。うん、そうなんですね。それ、どんな方が来られるんですか？年代で一番多いのはやっぱ40代が一番多いんですけど、30代の方もいらっしゃいますし、あと50代以降でもう生理が終わっててっていう方も受けてくださってますし、やっぱり悩みで多いのは痩せたいと、あとやっぱ生理系の、生理が止まっちゃった不順、生理痛がひどい、排卵痛がひどい、あとやっぱお肌の悩みの方、ホルモン性のニキビがあるとか湿疹があるとか、でその痩せたいとか肌の悩みも、これも本当受講生見ててもう実感したんですけど、やっぱりその生理痛がひどいとか生理が不順とか止まっちゃってる方って、やっぱそこを一回直してあげないと痩せないし肌も変わっていかないんですよね。そのホルモンを整えるためにはどうするかっていうと、もちろん食事もそうなんですけど、もう頑張りすぎてる人が多いんですよ。だその運動もそうだし、仕事もやっぱり女性だからって、今生理前だからちょっと今まで100やってたの生理前だから50しかできませんとかってできないじゃないですか。まあ、男性と同じように常に安定して毎日毎日生産性を上げていくっていうことを家でも社会でも求められてるから、その生理前とか排卵の時ってホルモンのせいで眠くなるし、やっぱ疲れやすいんですよね。でもそこで頑張ってだるいから朝無理やり運動してコルチゾールを出して、お仕事でももうなんとかで、もう本当にひどい方だと止めちゃったりするんですよ。その私のクライアントさんでもやっぱ海外出張が多くて、でやっぱ男性社会のそのトレーダーとかね、そうお仕事してると、やっぱ女性で生理がある、生理中だからトイレにしょっちゅう行かなきゃいけないとか、旅行で気になるとかがすごい嫌なんですって。だからもうそうやって忙しくなってきたり、出張が立て込むと薬でもう生理止めちゃって、うん、そうするとむくみもひどくなるし、まあ、出せないから生理ってすごい大事なデトックスだから、出さなくなるとやっぱいろんな症状が出てくるんですよね。でもそこまでしても男性の基準に合わせて仕事をしていこうとしてたりとか、あとこの間ご相談に来られた方も1歳と4歳のお子さんいて、まあ、まだ産後じゃないですか1歳って、うん、でやっぱオーストラリアとかの研究でも産後7年ぐらい、長い人は7年ぐらいは体とか脳とかが産後の影響を受けてて、まあ、いろんなやっぱ違う状態なんですよね。なんだけど、まあ、日本だとやっぱ1年経つともう産後だからって言いづらいから、自分でもまだ体重も戻ってないし疲れやすいしイライラするし眠れないしって言っても、そんな産後1年だから当たり前ですよって、そういうのが。でもそうするそれももう分からなくなっちゃうぐらい、やっぱ社会の圧はもう1年経って仕事に復帰したら男性と同じようにやんなきゃいけないっていう、それがやっぱものすごいストレスになっちゃって、でも本人はもっと頑張んなきゃいけない、痩せるためにはもっと頑張んなきゃいけないんだとか、仕事でね認められるためにももっと頑張んなきゃいけない、もう常にもっと頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃって思ってるんですよ。これがますますこうホルモンのバランスを乱れる原因になっちゃうんですよ。そこでストレスホルモンが増えると、結局ホルモンって同じコレステロールからできてるから、女性ホルモンもコルチゾールも、コルチゾールが増えると女性ホルモンの生成に回らなくなっちゃう。それで本当にストレスが、ね、きっとね、ご経験された方も多いと思うんですけど、ストレスを感じすぎると生理止まったり遅れたり不定期になったりするじゃないですか。それってやっぱそこが関係してるんですよね。だから私がいつも言ってるのは、もう頑張る、もっと頑張るんじゃなくて休まないとダメだよっていつも。だからそうすることによって痩せていくし、肌も変わっていくし、生理も整っていく、生理痛も和らいでいくから、そこはやっぱ本当に伝えたいなと思いますね。もっと頑張るんじゃなくて、もっと休まなきゃいけない。そうですよね。そうですよね、うん、休みすごい大事ですよね。そうそう、な結構みんな睡眠とか休みを削ってやったらもっとできるんじゃないかって思うけど、そうなんですよ。日本って未だになんかほら、昔から睡眠削ってテスト勉強しましたとか、徹夜して仕事しましたは、なんかこう称えられるあれだから、寝ることにすごい罪悪感を、まあなんか削るんだったら寝るの削ればいいやっていうの、今アメリカ逆になってるじゃないですか。もう寝るために一日のスケジュールを組むみたいな、だから究極のバイオハッキングってもう良質な睡眠だから、これがやっぱ一番大事。でもやっぱりまだそこまでみんな日本の方だと、寝るぐらいだったらじゃあ朝、産後の方ももう私自分の時間がないから朝5時に起きて本読んでみたいな、そんなことしなくていいからもう寝てくださいっていうことなんで、もそう睡眠の重要性をしっかり
伝えると皆さんできるんですよ、うん、でも睡眠がどれだけ大事かっていうこと、例えば睡眠取らないとホルモンのこういうふうに効果こうなって太るんですよとか、食欲抑えられないんですよとか、アルツハイマーの可能性こんだけ増えるんですよとか伝えてあげると、あ、そうなんです、寝なきゃいけないんですねってなるんですけど、うん、なんかそこをすごくないがしろにしてるっていう、うん、私も朝活とか夜活とかそういうなんか習慣作ることを進めているんですけど、うんうんうん、睡眠を削って朝活をするみたいな、なんかまためっちゃ頑張ってしまうみたいな感じで来られていや睡眠削ったら本末転倒だから、そんなことをするくらいだったら習慣作りとかしない方がいいですみたいなことを言ってるんですけど、そうですね、まず睡眠を習慣にしてほしいですね、何時に寝て、うん、だからあのもちろんその寝つきが悪いとかいろいろあると思うんですけど、もう同じ時間にベッドで横になるっていうだけでも、うん、全然違うから、まあ、それはまず一番習慣にするっていうのが大事かなと思います。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ今度ご自身のことをお聞きしたいんですけど、ご自分の中でなんかブレイクスルーがあって、うんうん、精神的にすごく変わったっていうようなことがあったら、前と後でどんな感じだったのか教えていただけますか？これあのね、2つあるんですけど、あのこのポッドキャストお金とキャリアじゃないですか。で、はい、お金について一つとキャリアについて一つあるんですけど、うん、お金についてはあの私一番上の今あの子供2人いるんですけど、上の子35で出産したんですね。でニューヨークに来たのが28歳で、まあ、それまでやっぱ7年あるんで、まあ、結構好き勝手やってたんですよ。まあ、夫もまあ駐在できてたし、で自分もフルタイムで仕事してたから、まあ、旅行にもしょっちゅう行くし、買い物もやりたい放題やって、お友達とも遊んで、まあ、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、まあ、あんまりお金のこととか考えてなかったんで、なんか苦手だと思ってたんですよ、そういうの考え。でもなんか漠然とした不安があって、で、34で妊娠したから、あ、このままじゃいけないなと思って、まあ、ずっとやっぱ借りてたから、お家買おうって思ったんですよね、その時に。で、その時にちょうどお友達も同じ時期に家を探してて、まあ、すごい仲いいお友達だったんですけど、そこで探してる家の金額が全く違ったんですよ、その友達と私たちで。でそのお友達は、まあ、結構グルメな子だったからよく食べに行ったりはするんですけど、ブランド物とか全然興味がなくて、あの、まあ、彼女のとこは彼女もご主人も弁護士さんだったんですけど、まあ、着てるものは結構地味で、でも探してる家の予算聞いたらもううちの何倍もの家を探してたんですよ。で私たちは、まあ、私たちはというか私は好き勝手やって全然、まあ、残った分貯めてるみたいな感じで、ほらあのアメリカで家買うって結構シビアじゃないですか。頭金何パーセントで予算は、だったらマンハッタンに住んでたんですけど、まあ子供生まれるから2ベッドルーム以上買わなきゃいけないし、したら買えないってなって、この予算じゃ。でその時マンハッタンに住んで、そのエリアがものすごい好きだったんですね。お友達もたくさんいたし、ワンベッドルームだったら買えるけど、ツーベッドルームだと私たちの予算だと買えないってなって、あ、なんでお金貯めてこなかったんだろうって本当に思って、あの遊んでた分、全部このバッグも靴も全部貯めてたら、買えてたかもしれないのにって思って、でも賃貸で住み続けるってことは、やっぱもうアメリカで賃貸で払うって言ったら、ものすごい何千ドルの金額を、ドブに捨ててるようなもんじゃないですか。もちろんその生活の楽しさは変えるけど、それだと今までと変わらないと思って、もうしょうがない、この金額でこの規模の広さを変えるところに引っ越そうと思ったら、ブルックに引っ越さなきゃいけなかったんですよ。で、当時、まあ、今は最近変わったんですけど、当時はまだやっぱりマンハッタンに住んでたら、ブルックリンって、なんかものすごい橋の向こうみたいな、ほとんど行ったことありませんみたいな感じだったのに、そこに買わなきゃいけないってなって、ものすごいなんかあれだったんですよね。あのやっぱりお金貯めとかなきゃいけないなって思ったし、これからちょっと考え直そうと思って、そっから IRA 退職金の、まあ、全部満額で貯め始めて、もうバッグ買うぐらいだったら投資してやるみたいな極端にあるそう、まあそれでマンハタがブルックに引っ越して、当時はああもうなんかこんなとこ友達もいないしみたいな感じだったんですけど、まあ、そこから10年経ってものすごく友達もできたし慣れて本当良かったなと思ってるんですけど、まあ、そこから毎年その退職金も全部満額で入れて、でコツコツ株も毎月毎月買ってみたいな、ものすごいなんか目覚めたんですよ大テックに。そしたらなんか、まあ、面白くなってきて、あ、なんかお買い物するよりこっちの方が楽しいじゃん。それでものすごい不安がなくなったんですよ、お金に対する。で、不動産買うときもやっぱその日本で働いてたのが、それがなかったら多分怖くて買ってなかったかなと思うんですよね。あの考えても、まあこれでも住まなくなっても賃貸に回して、こうでなったら全然財産として使えるからいいなとか、
っていう感覚はやっぱそこで身につけたから変えてたかなと思いますし、まあ、そこから不安はなくなる、まあ、だから具体的にもうしょうがない、今これしかないんだからじゃあここでできることをやって、そこからもうここからまた増やしていこうって思ってコツコツ始めたことでそのお金の不安は解消されたなっていうのがすごい大きかったのが、家を買うときに考え直したのがすごい大きい。そう。それでお友達と比べてなんでこんなに買えるものが違う、同じ、今まで同じような生活したのに、大きい買い物があったら、なんであの子んちはあの女の買えるのに、うちはこうなのみたいな。で、それはやっぱり私がバッグ買った時に、いつも言ってたんですよ。バッグ買うぐらいなら銀行にお金入れとくみたいな。なんかこういう時に差が出るんだなって。思って、なるほど、そう、うん、それがまあすごいいい経験だったのと、あと仕事、なんかすいません、ウィリアムズバーグってなんかおしゃれなとこですよね。私よく見るわけじゃないんですけど、あのめちゃくちゃお店ができてる。で10年前もそこそこ変わってはいたんですけど、やっぱ引っ越してからものすごいいろんなものができてきたんですよね。だからやっぱりでもそういう時に賃貸で住んでたらどんどん家賃高くなっちゃって、うん、でまた引っ越していかなきゃいけないじゃないですか。だからやっぱりなんかこう何でもいいからとにかく買う。それはでもあの私がすごいよくしてもらってたメンターみたいな女性がいて、まあ、彼女はお母様が日本人だったんですけど、でも彼女自身は全然日本語が喋れなくて、でも日本が大好きなんですね。でずっと独身だったんですけど、あの資生堂で役員してて、で彼女がいつも私に何でもいいから、もう箱でもいいから何でもいいから買いなさいって言ってたんですよ。で彼女もそうやって買ってどんどん買い替えて、今のそのセントラルパークの近くにすごい素敵なアパート持ってたんですけど、じゃあ私が遊びに行った時にもう何でもいいから買いなさいって、そこにずっと住むわけじゃないから、まず買ってでどんどん買い替えていけばいいんだからねって、あとその退職金も 401k、 まあ彼女は大きい会社だから 401k 絶対始めなさいって、まあそういうのすごい言ってくれてたから、まあそれもどっかに残ってたんでしょうね、ようやく、うん、まあ、もうちょっと早くやってたらよかったなとはもちろん思ったんですけど、そう、でもまあ引っ越してよかったなと思ってます。だからあの時ずっとマンハッタンにいて、借りてたら今ねそういうのもなかったわけだし、うん、なんか10年とかだったらすごい価値が上がりますよね、アメリカの不動産だと。そうですね、やっぱそこは日本と違うところですよね、うん、日本はやっぱり一応古くなるとどうしても、まあ、もちろんそのね立地がよっぽど良かったりすると別ですけど、基本的に下がっていくじゃないですか。でもアメリカの場合ってやっぱりもうインフレもそうだし、人もどんどん入ってくるから、家賃も価格も基本的に年月と一緒に上がっていくから、うん、そこはそうですね。うん、ありがとうございます。もう一個あると、そっちは仕事の方なんですけど、そのゆえさんにもご紹介していただいた通り、私一時日本の甘酒の商品を作って売るっていうビジネスをやってたんですね。でそれがパートナーが2回変わってて、1人は最初はすごい仲良いお友達で、彼女は、まあ、投資銀行に勤めてて、まあ、すごい頭のいい子だったんですけど、まあ、ビジネスの方を、まあ、見てくれるみたいな感じで、すごいいいアイデアだから一緒にやろうみたいな友達だったんですけど、彼女もジムのお友達 でめっちゃ揉めて、結局なんか1年ぐらいでお互い弁護士立ててなんか別れるみたいな、なんかすっごい揉めちゃったんですよ、それで。でその後にレストランとかを経営する男性がもうその商品いいから一緒にやろうみたいな感じで始めたんです。その人とも揉めて弁護士だって別れたんですね。でももう全然 3,4 年はやってものすごい投資もしたし、パートナーも2回変わってるし、あと作ってくれるっていうところも何件も探して、売ってくれるっていうところも自分で探して、すっごいやったんですけど、まあ、全然うまくいかなかったんですよ。でまあ、そこで学んだのが、で私そもそもなんでそれをやりたいと思ったのかっていうと、まあ、自分がやっぱなんか地に足をつけてやることが苦手だなっていう意識がずっと、同じことをずっと、だからその経歴見てもどんどんやること変わってるし、なんかずっとこう積み上げていくっていうことがすごい苦手なこととか、コンプレックスだったんですね。でやっぱそのコンプレックスを解消して何かやらないと一人前じゃないみたいなとこがあったから、そのために やったところはあると思うんですよね。まあ、そこでなんかこう自分が苦手なことを克服して次のステップに行きたいみたいな。でまあそういうのもやっぱエゴだから、まあ、パートナーともうまくいかないし、なんかこういつも権利関係のことばっかり考えてるから、まあ、揉めることもそこで揉めてきちゃうしみたいなところで、まあ、ようやくコロナでもう新しく作ろうとしたところでもうなんかこれ作ってももうなんかこうね、その時家から出るなみたいな状態だったから、最初ロックダウンでこれもう一回ストップしようと思って、まあそれでそのパーソナルコーチの代わりに始めたんですけど、まあそこで学んだことが、結局仕事ってなんかこう自分をなんか証明しようみたいなことでやっても結局エゴだからうまくいかないし、あとそういうのってやっぱ結局はこうなんだろう、自分
自分じゃない誰かにみたいにこう証明しようとするみたいなところって結局何のいいことも生んでいかないんだなっていうことに気がついて、まあ、それこそだから本当の自分に戻るっていうのはそういうとこ、そういう経験からも結局じゃあ自分の本来の戻って誰かの役に立てることって何なのかな、それがたとえちっちゃく見えることでもそこで例えば一人の体が変わってくれたら、こうなんかこの商品作ってスケールアップして何万個も売るみたいなことよりもそれが自分の本当にやるべきことじゃないんであれば、ちっちゃいことでもやっぱりできることをしっかりやっていくっていうのがすごく大事なんだなっていうのはようやくそこで気がついたっていうことがあったんですよね。そうなんですね、うん、そのもう作ってないんですか？そのそうもう作って何もやってないんですよ。そうなんですね、うん、でもそれですごい気がついたっていうのがすごいですよね。そうですね、多分そこ、いやそこまでやらなかったら多分気づいてないでずっとなんかやってたんだと思いますね。うん、ずっと探してたんだと思います。だから結局やっぱり経験とかしてみないと分かんないことっていうのはありますよね。じゃあ今はこれからどんな世界を作ってどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか？はい、今やっぱり私が一番やりがい感じるのはそうやって女性の不調を解消して体とか肌とか整えて、でもうご自身の人生を自分の本来の自分を受け入れて自信を持って、でそこからその方がこう決めたことをやっていくとか人生楽しんでいくっていうことをサポートしていくのが、まあ、一番やりがいがあるしすごく大事なことだと思っているので、まあ、今までは全部パーソナライズやってきたんですけどやっぱり数に限りが出てくるので、一応今はもうで全部ほとんど口コミとご紹介で来ていただいてたんですよ。そうやって変わった方からご紹介いただいてっていうことで、で今年年内はもう満員で1回募集ストップしてるんですけど、年明けからまあ来年以降はそのグループでやるコーチングと、あとその指導者を養成するっていうそのホルモンをしっかり学んで不調とか痩せたいっていう方とか肌をきれいにしたいっていう方に指導していく方の育成をやっていくっていうのをやりたいので、まあやっぱりパーソナライズできるってすごいメリットは大きいんですよね。でもやっぱり一人だとそれできる数って限られちゃうし、あとやっぱりその方のことをよく知ってる人がやるってすごく、例えばそのご興味持ってくださってる方ってエステシャンの方だったりとか、腸のサロンを経営されてる方だったり、やっぱり美容系のお仕事されてると結局突き止めていくと、結局どんなに化粧品やってエステしても食べるものとか変えていかないと本当には改善していかないっていうのも身をもって知ってらっしゃるので、やっぱそういう方、あとクライアントさんにどういうものを食べたいですかって聞かれたりとか、そういう時にもきちんとお答えしたいって思われる方とか結構その興味を持ってくださっているので、まあ、そういうかで、やっぱりこの体とかしてたりその方のことを知ってる人がパーソナライズ丁寧に指導できるっていうのはものすごくやっぱり変化も大きいし、うん、メリットが大きいと思うので、まあ、そういうのをできる方を増やしていきたいなっていうのもあります、うん、いいですね、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今モヤモヤしている人に何かアドバイスがあったら教えてください。そうですね、もう私が経験した通りやっぱり自分以外の何かになろうと思っても、まあもちろんそういう経験も大事だとは思うんですけど、結局やっぱりそれが本当の自分で心地いいことなのかなとか、誰かにこう良いものを提供できることなのかなとか、まあ、そういったことに一回ちょっと立ち止まって考えてみると、そんなにご自身では大きいとか大事って思えなくても、それがね誰かのインパクトになったりとかいい変化を導けることとかたくさんあると思うんですね。やっぱご自身でそれに気がついてない方がとっても多いので、まあ、例えばずっと専業主婦されてて受講生でも多いんですけど、やっぱりそのご主人の転勤で海外にいてずっと海外で暮らしててお仕事してないからすごくそれがコンプレックスになってるとか、でもその方のやり取りしてお食事見ててものすごい丁寧なお食事されてて、これだけ前に作ってる方他にいませんよっていうぐらい、だからご自身が当たり前と思ってやってることがものすごいことだったりすることってとってもあるので、まあ、そういうことに一回気づいて自分で認めてあげるっていうのが大事かなっていう、あとそれがきっとね誰かの役に立つことたくさんあるんじゃないかな。そうですよね、自分が自然にやってることって分かんないですもんね。そうなんですよね、うん、ちゃんと気づくっていうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後なんですけど、はい、おすすめの本とかあれば教えていただけますか？はい、私本がそのメモを読むのがすごい好きなんですよ、自叙伝、うん、でアメリカってすごい自叙伝みんな書くじゃないですか本、はい、そんなに有名な、まあ、もちろん有名な人がもう多いけど、で私も自分で本書いた時ってそれが自叙伝が好きだから私も自叙伝書こうと思って
書いたんですよね。で、結構だから有名なところだと、その Eat, Pray, Love とかエリザベス・ギルバートとか、うん、あともう私がすごい感銘を受けたのは、アメリカのフェミニストの活動家なんですけど、ロクサン・ゲイっていうあのライターの方がいて、まあ、もうちょっとオーバーウェイトで、あの黒人の女性の方なんですけど、まあ、そのハンガーっていう本を書いてるんですけど、まあ、彼女がちっちゃい時すごいそうトラウマティックな経験をして、それを自分がそこの経験から感覚を麻痺させるためにものすごい食べる初めて太ったっていう話なんですね。まあ、だから結局その痩せたいっていうとかも、そのちっちゃい頃のお母さんにずっと言われて太ってるって言われてきたとか、なんかそういうちっちゃい頃の経験がものすごく関係してることって多いんですよ、話聞いてると。まあ、だからそのいろんな女性の経験を読むのってやっぱ私はすごくその人の本当にこうなんか正直な経験だったりとか気持ちだったりとかを読むのってすごく勉強になるなと思ってる。でもそういうなんか自叙伝、いろんな自叙伝を読んでるのはいいかな。うん、そうなんですね。あんまりあの自己啓発とか私読まないんですけど、自叙伝はすごい好きです。なんか人の人生のストーリーとかすごい勉強になりますよね。そうなんですよね。でやっぱり正直に書かれていれば書かれているほどやっぱり響くことがすごく多いなと思うので。あと何ブレナン・ドイルのアンティームっていうのとか、あの彼女もなんかやっぱりすごく自分の気持ちとか体験とかを赤裸々に書くのがうまくて、あれでもなかなかできないじゃないですか。やっぱよく見せようとか思っちゃうし、でもそうやって書いてくれるのを読むと、あのすごく自分が経験してなくてもなんかこうね、人の人生を体験してるなって、それってすごい価値があるなっていうふうに思ってるので、あのご自身で本を出そうと思った時は何かきっかけとかがあったんですか？いや、ずっと出したかったんですよ。ずっと出したくて。で、自叙伝がやっぱすごい好きだったから、書きたいって言って、で、書いて、で、もう出版社の方にコンタクトして、でも、そしたらやっぱ自叙伝は、そう、うん、そう、でも日本は、で、面白いって言っていただいたんですけど、だから私もできるだけ赤裸々に書かなきゃいけないと思って、で、そういう、面白いんだけど、日本では、自叙伝はもうよっぽど芸能人ぐらいじゃないとみんな読みませんって言われて、だからそこに後半に自己啓発みたいなとこをつけましょうって言って、まあ、つけて出させていただいたんですけど、やっぱね、あの自叙伝は面白いんだけどやっぱ売れない。そうなんですね。そうそうそう。まあでもそうですね、それは、まあ、また本も出したいなと思ってるんですけど、それはでもやっぱり求められた時にやるのが一番いいんだなと思います。無理に自分でこれどうですかって言っても、そこで求められてなかったらやっぱ受け取られないから、それって、まあ、どんなビジネスでも一緒だと思う。どういうものが求められているか、もう自分がもちろんその伝えたメッセージもあるんですけど、それはやっぱ求められた時に出すっていうのは大事だなって。あ、そうですね。そう、はい、そう、そう、ですよね。ありがとうございます。はい。今日のお話を聞いて、さとみさんのことをフォローしたいなとか、はい、プログラムに興味があるなっていう方はどちらになっちゃうんですか？はい、ありがとうございます。一番いいのはあとインスタグラムで、あ、ちょっと今そのプログラム募集止めてるんですけど、年末にはグループコーチングと指導者養成を情報を公開して、先にこう先行予約みたいな感じでやらせていただく予定なので、まあ、まずはインスタグラム、あと私もポッドキャストをやらせていただいてるので、まあ、ポッドキャストはインスタグラムのリンクに貼ってあるので、それはですね、あの私のプログラムを取ってくださった方とか、まあ、私がこうこの方本当に本来の自分を生きてるなって思う方に、こうどういう風に本来の自分に戻る旅っていうテーマなんですけど、まあ、インタビューさせていただいたりとかしてるものなんですけど、そのインスタグラムとポッドキャストをフォローしていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。その養成プログラムもグループプログラムも来年の前半ってことですか？1月とか2月から始まるってことですか？あの最初は全部グループコーチングを受けていただこうと思ってるんですけど、やっぱりそこでご自身もそうなんですけど、周りの人が受講してる人がどれだけ変わっていくかっていうのをやっぱ体験してから、でそこで栄養学も全部あのお伝えしますし、最初そこを受けて3ヶ月受けていただいて、ご希望の方はその後指導者養成で、じゃあ、 あの血液検査見てとか体質見てどういうふうに指導していくのか、具体的にあのそこはその後に学んでいただく。でもみんな3人1回このグループコーチングで変化を体験していただくっていうのをやってからと思ってます。だから12月末から募集開始して始めるの。だからもう12月はやっぱもう皆さん1年頑張ったから、もうあんまり難しいこと考えずに楽しんで、で、もう1月から大丈夫、調整していきますからねっていう、12月、あのお正月は楽しんで食べて飲んでくださいねっていう感じでやろうかなと思って。はい、ありがとうございます。はい、じゃあさとみさん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。